馬券が9ワードコード決済でも買えるって世も末すぎませんか。どうも、極上ピンクの富田大輝です。やっていきましょう。極上ピンクの富田大輝です。頑張っていきましょう。極上ピンクの富田大輝です。よろしくお願いします。極上ピンクの富田大輝です。お願いします。今回なんですけど、大阪杯2024、はい、大阪杯2024の予想をね、やっていきたいなと思うんですけど、先週から始まりました、春の G1 祭りということで、今回2週目の大阪杯のね、予想の方、させていただきたいなと思いますので、早速、やっていきましょう。どうぞ。さあ、行くぞ。それでは早速大阪杯の予想やっていきたいなと思うんですけれど、今回は本命馬1頭、そして対抗馬1頭、この2頭で予想の方やっていきたいなと思います。まず本命の第1頭はベラージオーペラでいきます。はい、このベラージオーペラなんですけど、まず、今年のね4歳馬、今回で言うとソードオリエンスとかタスティエラとかもね出走するんですけれど、例年以上にねレベルが低いと、まあ、言われてはいるんですけれど、まあ、ベラージオペラに関して言うと唯一この4歳ボバ、今回の大阪杯に出るメンバーの中ではまともにねこのコバとも勝負できてるんじゃないかなと、前々走のチャレンジカップでは1着ですし、前走のね京都記念では2着に来てるんで、しかもメンバーレベルもね、まあ、そんなに別に低くないメンバーともね、戦って、まあ、勝ってるんで、このダービー以来、ダービーで4着に負けたんですけど、まあ、そっからね、めちゃめちゃこう、強くなっていってるんじゃないかなと思っておりますので、今回の大阪杯もね、まあ、展開が、まあ、向けばね、まあ、全然頭に来るんじゃないかなと思っておりまして、本命にさせていただきました。続きまして、対抗馬、スタニングローズでございます。はい、スタニングローズ約1年ぶりのレースですね。前走のビクトリアマイルではですね、まあちょっと距離短縮だったりとか、まあ出遅れ、1600で短かったんで、まあ14着にね、負けてしまったのは十分もう度外視してもいいかなと思っております。前々走のね、エリザベス女王杯はですね、まあババ、展開等向かず、14着、まあこちらもね、全然度外視してもいいかなと思っております。逆にね、同じコースの阪神2000でね、一昨年の秋華賞ではですね、スターズオンアースにね、まあ土をつけてますんで、まあ、実力はね、十分にあります。はい。まあ、この、約1年、ね、じっくり休んで、まあ、この大阪杯でね、復活してほしいなっていう、まあ、僕の願いでもありますし、まあ、その力を十分に持ってくるんじゃないかなと思っておりますので、対抗にさせていただきたいなと思っております。今回の本命、ベラジオペラ、そして対抗、スタンディングローズで、行きたいなと思っております。買い目等はね、当日、おそらく、まあ、Twitter、Instagram の方にね、まあ、貼っつけておりますので、ぜひそちらの方も、ご興味があれば見てください。はい、それでは本日の、大阪杯の予想の方は以上となります。ご視聴の方どうもありがとうございました。それでは皆さん、大阪杯絶対に勝つでー。